ここに生存者はいたか？いない。いねえよ。もうおしまいだ。俺の故郷はもうどこにもなくなっちまった。おい、何か妙だぞ。誰か死体を見たか？いえ、見てません。そんなことがあるのか？巨人が一滴の血も残さずに死んだ。全員逃げたんだよ。誰も食われてないってことだ。家族も村の人も。そうか、そうですよね。ああ、だって巨人に食われて一切痕跡が残らないなんてありえないよ。ありえない点は他にもある。村人の避難が本当に完了していたというのなら、巨人が誰もいないはずの空き家をこうも徹底的に壊したりするもんか。それに何より不可解なのはあの馬小屋だ。馬なしで逃げても生存の可能性は相当薄いだろうに。松明はもう揃ったな。行くぞ。これより壁の破壊箇所を特定しに行く。はい。ゲルガーたちに遅れちまうぞ。ライナー、聞いたか？今あいつが。俺には何も聞こえてない。とにかく喋ってないで任務に集中しろ。なんかあいつさ、ありえないんだけど、なんか母ちゃんに。コニー、お前は今がどんな状況か分かってんのか？俺たちの働きが何十万人もの命に直接影響してんだぞ。考えるなら今避難してるお前の家族のことだろう。兵士なら今最善を尽くせ。ああ、そうだな、その通りだ。もうこの辺は壁に近いので人が住んでいる地域ではありません。そう、思ったより早く済んだね。よし、このまま南下しよう。なぜですか？これより南に人はいないはずでは。破壊された壁の位置を特定しなければならない。西側から壁沿いに走って探そう。私とクリスタは戦闘装備がないんですよ。これより南には巨人がうじゃうじゃいるはず。
私たちは奴らのおやつになる可能性が高い。一旦前線から引かせてください。ユミル。ダメだ。連絡要員は一人でも確保しておきたい。気持ちはわかるが、兵士を選んだ以上は覚悟してくれ。ユミル、私はここで最善を尽くしたい。だって私は自分で調査兵団を選んだんだから。でもあなたはそうじゃないでしょ。あの時調査兵団を選んだのは私。お前のためにとでも言いたいのか。じゃあなんで今ここにいるの。あなたは私に憲兵団を目指すよう促すばかりか、その権利さえ渡そうとした。私の実力が今期の10番以内に見合うはずがない。誰に聞いたって10番以内はあなただと答えるはず。どうやったのかわからないけど、なんで私にそこまでするの。私の生まれた家と関係ある。ああ、ある。クリスタ、安心してくれよ。私がここにいるのは全て自分のためなんだ。そっか、よかった。調子ならこの防衛線も維持できます。いや、巨人の恐ろしさは数の力だ。集団で来られたらここも突破されてしまうだろう。ただ何だろう、何かおかしい。ハンネス隊長、どうかされましたか。未だに一匹も巨人と遭遇しない。壁の穴にはかなり近づいたはずだ。なのにまだ随分と静かじゃねえか。願わくばこのまま穏やかなままとはいかねえもんだろうか。このまま穴に近づいていけば、その瞬間は必ず訪れる。ちくしょう、おかしくなりそうだ。お前らも壁に沿ってきたのか。あ、それで穴はどこに。は？ここから西に異常は見つからなかった。そっちが見つけたんじゃないの。いや、こちらも穴など見てない。見落とした可能性は。ありえない。
巨人が通れるほどの破壊跡だぞ。もう一度確認してみるか。そうすべきだが、さすがに馬も我々も疲労が限界に来てる。せめて月明かりでも。お、多少荒れてるが、一晩休む分には問題なさそうだな。ああ、今夜は月があるね。ハンジ。おい、クソメガネ。お前はただの石ころで遊ぶ暗い趣味なんてあったか？ああ、そうだよ。これはただの石じゃない。女型の巨人が残した硬い皮膚の破片だ。消えてない。そう、兄が巨人化を解いて体から切り離されてもこの通り蒸発しない、消えないんだ。もしかしたらと思ってね。壁の破片と見比べたら、その模様の配列や構造までよく似ていたんだ。つまりあの壁は大型巨人が支柱になっていて、その表層は硬化した皮膚で形成されていると考えていい。本当にアルミも言ってた通り。待った、言わせてくれアルミ。このままじゃ破壊されたウォールローゼを塞ぐのは困難だろう。穴を塞ぐのに適した岩でもない限りはね。でも、もし巨人化したエレンが硬化する巨人の能力で壁の穴を塞げるのだとしたら、俺で穴を塞ぐ。元の材質は同じはずなんだ。巨人化を解いた後も蒸発せずに石化した巨像を残せるのなら、あるいはかける価値は大いにあると思います。それにそのやり方が可能なら、ウォールマリアの奪還も明るいですよね。従来のやり方だと大量の資材を運ぶ必要があったから、壁外に補給地点を設けながら進むしかなかった。でも二馬車を護送する必要がないとなると、志願しなくまで最速で向かいます。それを夜間に決行するのはどうでしょうか。夜に？はい、巨人が動かない夜にです。なるほど、少数だけなら一気にウォールマリアまで行けるかもしれないのか。状況は絶望のどん底なのに、それでも希望はあるもんなんだね。ええ、ただし全てはエレンが穴を塞げるかどうかにかかっているんですが。こんなことを聞かれても困ると思うんだけど、それってできそう？できそうかどうかじゃねえだろ。やれ、やるしかねえだろ。こんな状況だ、兵団もそれに死力を尽くす以外にやることはねえはずだ。必ず成功させろ。はい、俺が必ず穴を塞ぎます。必ず。地下室、俺ん家の地下室だ。親父の言葉が本当なら、そこに全ての答えがあるはずだ。エルミアクだ。おい、止まるな。迷子になっちまうだろうが。
そりゃこうなるに決まってる。壁が破壊されちまってんだからな。おい、何のつもりだ。住処を失った人の表情がよく拝めるな。あれがお前らが切り捨てようとしてる顔だ。お前らの望みが叶って壁の中を巨人で満たすことに成功すれば、みんな巨人のくせえ口の中で人生最悪の気分を味わい、その生涯を終える。人類全員仲良くな。エルミハクを出たらもう巨人の領域になるよ。エレン、馬には乗れそうか？ええ、体の力が戻ってきました。西側のリフトに用意してある。急ぐぞ。はい。分隊長、急ぎましょう。モブリット、ちょっと待って。何か気持ちの変化はありましたか？時間がない、わかるだろう。話すか黙るかはっきりしろよ。お願いですから。私は話せない。他の教徒もそれは同じで、変わることはないだろう。それはどうも。わざわざ教えてくれて助かったよ。それは自分で決めるにはあまりにも大きなことだからだ。我々ウォール教は大いなる意志に従っているだけの存在だ。ありがとうございます。誰の意志？神様ってやつ？我々は話せない。だが、その大いなる意志により監視するよう命じられた人物の名なら教えることができる。監視？その人物は今年調査兵団に入団したと聞いた。その子の名は。失礼します。104機調査兵、サシャ・ブラウスです。あいつ誰？あの、分隊長殿、これを。とにかく彼女を連れてこい。彼女なら我々の知り得ない真相さえ知ることができるだろう。私ができる情報はここまでだ。あとはお前たちに委ねる。その子、104機だから今は最前線にいるんじゃ。行きましょう。とにかく急がないと。待って。サシャ、こんなところで何やってるの？先ほど兵団支部に事後報告に行ったところ、上官殿から分隊長宛ての書類をお預かりしました。書類？わかった、ご苦労さん。それで、その104機の子は誰なの？あの一番小さい子ですよ。金髪の長い髪で、あと、可愛い。ユミルといつも一緒にいる子です。え？ユミル？どういうことだ、ユミル。お前、屋上に来てくれ、すぐにだ。月明かりが出てきて気づいたら。なんでだよ、なんでまだ動いてんだ。日没からかなり時間が経ってるのに。どうなっているの？おい、あれを見ろ。でけえ、なんだあいつは。巨人っていうか、なんかあれは獣じゃねえか。なあ、あいつ壁の方に。全員分かったね。はい。とにかく前線に。落ち着け、エレン。お前らも聞け。ここからは別行動だ。あとは任せたぞ。お前らはエルヴィンが決めた即席の班だが、今はお前らだけが頼りだ。
分かってるな、アルミ。お前は今後もハンジと知恵を絞れ。はい。ミカサ、お前がなぜエレンに執着してるかは知らんが、お前の能力のすべてはエレンを守ることに使え。はい、もちろんです。それからな、エレン。おい、待て待て待て、待ってくれ。何入ってきてんだよ。ざけんじゃねえぞ。酒も飲めねえじゃねえか、俺は。てめえらのためよ。シュンペイ、下がっているんだよ。ここからは立体起動装置の出番だ。いっちそれからだ、エレン。お前は自分を抑制しろ。怒りに溺れて本質を見失うな。今度こそしくじるなよ。はい。ここの塔からなら壁が見渡せそうだ。南西の壁近くにある古城、ウトガルド城を目指そう。巨人の侵入地点を探す調査兵団はウトガルド城へと到着する。束の間の休息を破ったのは夜にもかかわらず活動する巨人たちだった。奮戦する調査兵団、城内へと侵入した巨人に襲われたライナーの脳裏に過去の思い出がよみがえる。次回、兵士。